お母さん、昨日さ、大変だったよね。めっちゃ大変だった。金ちゃんもさ、ぐったりじゃない？ぐったりだね、気にしてたね。だってあれ、何時だっけ、あの夜の銀ちゃんのお散歩行って7時半ぐらいから、うん、あの夜の9時半ぐらいまでか、ね、2時間大変なことがあったんだよね。初めて。何があったかっていうと、なんと玄関の横の木にスズメバチの巣がね、大きなのがあったんだよね、うん。全然気づかなかったよね。本当昨日はさ、大事件だったよね。大事件だった。銀ちゃんもクタクタだよ。とりあえずその駆除したさ、うん、蜂の巣をさ見に行こうよ、うんうん。あ、その前にさ、銀ちゃんにちょっとリンゴをあげるわ。銀ちゃん、リンゴ食べる？リンゴ食べる？見えるかな。こう大きなやつだよね。そうだね、私の手がこう。カモみたいなのあるんじゃないこれ。ほら、ほら。わかるかな。いい崩しちゃって。これほらほら。これ卵じゃないこれ。ほら。本当大変だったよね。本当に大変だった。気づかなかったんだよね、最初ね、うん。でもさ、銀ちゃん刺されなくて本当良かったよね。本当に良かった。なんか外すごい暑いのにさ、ずっと何アドレナリン出ててさ、熱中症になりそうだけどならないよ、なんか不思議な感覚でね。うん、暑かったんだよ、すごく暑くて気持ち悪かったんだけど、なんかもうアドレナリン出まくりで。まあでも本当、とりあえず誰も怪我なく無事でよかったよ。よかったね。